おっすおっす、ちはやだよ。マリオカートやっていきましょう。ツルツルツイスターですね。おっと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 おうおうおう、ダメだね、コインも出てこねえ、アイテムもねえ勝てる見込みもねえもうボロボロですよこれ。戦闘の早えんだろうな。ちゃんとレート見なかったんだけど、あ、これ多分たまんねえな。こっちに切り替えましょう。コイン、コインに切り替えます。よいしょ、攻めていく攻めていく。ちょっと外れちゃったね。でもね、ここ置いたら、うう耐えて、やめて、スターもあかんって、おぶねえ。1位抜けてんな。まあここら辺置かれたらやだよね。おお、当たんねえか。ピョンピョンしながらやるのはさすがに難しいな。全然できていなかった。よし、これはたまるな。はい、1たまってなかったしどんどん使っていきましょうね。トゲちゃん、トゲちゃん来ましたね。トゲちゃん1個でなんとかなるかな。ならないな、この距離感は。後ろからの追撃をとにかくなくしたいですね。あー、嘘だろ。このサンダーはラッキーさんだな。1にとってはな、2位の俺がキノコ持ってたからなおラッキーさんでしたね。そうすると次の直線でビャーって使うけど、でもこれさ、距離が縮まっちゃうから次アイテムが残念な感じになるんじゃない。そうだよね。これ、あ、やべ、終わったFB、Facebook かな違うな。ああ、パックンか。じゃあこれは取っとこうかな。サンダーがなくてキノコ使えてたらどうなってたかね。てかこんなに距離差空く？そんなに空きます？まあ1がうまいのは絶対間違いない。これどういう部屋なんだ？でもレートそんな低いように見えなかったけどな、パッと見。あー、潰しちゃったか。まあそういう感じかな。どうもりはるか、はるかー。あ、なんか、かわいいのが。なんだ、あの猫は。かわいいの。猫キャラって大体かわいいよね。なんだろう。モンハンのニャンターとかさ。基本かわいいよね。よいしょ。これは、いいか。コインでいこうか。うわー！しまった。集めてたコインがさ、結局全然コイン取れなかったこの距離感だったらね、出ないと思うんで。わわわわわわー、巻き込まれたか。ナイスボム兵だったな。多分連打だったと思うんだけど、タイミングはバッチリでしたね。またコイン集め直すかな。いや、もうここはカットしていっちゃいましょうか。おう、うまい。2回とも当てられた。OK。距離また縮められましたね。欲しいのはコインだよな。よし。この木の位置はありがたいですね。さっきの傾向で言うと、次後ろ投げてくるんじゃないかな。でも避けれねえよな。絶対無理だね。でも投げて当てられちゃってんね。あ、投げたら当てられる。あ、しまった。当たった。やばいな。置きボムされるのは一番辛い。あっぶねえ。助かりましたね。コインがないんで。おおお、激しい激しい。ありがとうしてくれて。でもちょっと残念な感じになっちゃったな。せっかく赤開けたけど、当てたけどね。あ、出なかった。あ、ナイス、抜いてくれたのはありがたい。置くかな、バナナ。置かない。さあ来い、キノコいでよ。なあ、そっちか。しょうがない。ああ、投げる必要なかったわ、バカだ。逆にね、自分の首を絞めるとこだったけど。ああ、やっぱ結局あの人が1位取っちゃうのか。惜しかったなー。ダート入っちゃったりしてたもんねー。
ああいうとこですよね。平方、あれ、ここは平方鉱山だっけ。鉱山だね、多分ね。久々だな、このコース。あんま動画にならないよね、このコースね。まあ急コースは基本当たんないからな。あー、だとか、だとか、うっ、怖え。あ、これは使おう。自分が危ない。緑壊すよね、今のね、多分ね。あー、やばい、変な方向飛んじまったな。置きボム、え、やばい、曲がれてない、ちゃんと。いやー、お、あ、右に行ったの、やばい。後ろ赤さんだったか。やばいな、だいぶ空いちまったぞ、距離が。どうする。お、降ってきた。しっかりアイテムを取って、待って、やめよう、そういうの。やめよう、やめよう、お願いだから、お願いだから。うわっ、しまった。アイテムも取れねえし、引かれるし。まあ今の完全に引きに来てたよね。完全に引きに来てた。こっからなんとかなんのかね。やばい、だいぶダッシュボード乗れてない。逆半切る、もうボロボロ。わあ、わあ、コインはとりあえず集まったぞ。しっかりアイテム取って、キンキロか、使おう。交換できるかな、ちょっと怪しい感じ。あ、大丈夫そうだね。 OK、 バッチリ。ここはキノコ1個使わせていただいて、ピョンピョンしない、追いつかれて引かれ、引かれる今は絶対。 OK、 ここで使いましょう。お、またトゲ1個、トゲオンよ。一個か。あ、しょうがない、使う。うわー、ミスった。持ってきたかったんだけどな。うー、このイカきつい。イカきつい。うー、4位かーな。うん、4位だね。うわぁ。全然余裕なかったわ。キノコ1個持ってってたらなぁ。って感じですよね。まあ、どうもですね。しょうがない。ひゃー、スカイガーデンかぁ。ここはきついぞ。苦手コース、筆頭格。TA やんないと絶対勝てないって分かってんのにやらないコース。ああ、そうなっちゃいますか。そうですか。うわー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 、えぐいな、えぐいな。さあ、ケツから始まるマリオカート8、みんな大好きケツから始まるシリーズ。ああ、コインが微妙に取れてない。あの1位の人うまいよね。で、2位の人もうまい。4万同士の対決ですね。本当は割って入りたかったんだけどね。次どうなってる。あ、いけたか。まあいいや。うお、1位抜けたな。これサンダーか。あ、サンダーですね。オッケーオッケー、ここで降らせてくれたのはありがたいね。あー、キノコ余らないね。いい、俺はコインと思ったんだけど。マジで。いや、ここで2つ貯めるのはむずいだろう。あれどうやってんだ。ここの処理の仕方も全然わからん。ダメだね、これは。下手でもいいから、走り方はしっかり見といた方がいいな。そうしないとこうなる。ただ大丈夫、最終ラップで帳尻合わせる。うわ、こう。危ね危ね、しっかりアイテム取って。キノコか、ブーメラン、ミラクル8、スターだね。これはできないことはしない。 OK、 キノコ出た、助かった。あ、ちょっとキノコ使いすぎじゃない、これ多分出ないぞ。1個でもいいから残しておこう。もう後ろ側になっちゃったらしょうがない。赤コーラとか引いちゃったらしょうがない。
後ろ来ないで頼むから、ぐーここだけが唯一の不安だった。この次もでもやばいな、言うて抜けないからね、抜けないからね、いつ来てもおかしくない、いつ来てもおかしくなかった。いいブレーキ間に合わなかった。うわ、非常に害悪な赤コーラを持ってしまったな。緑投げてこないか、来ないか、 OK、 ふう、3位か。緑にはビビってね、あんな感じになっちゃったけどね、惜しい。あー、ここは練習しないとダメだな。ちょっと TA 見てくるか。じゃあこれ4レース目だったよね、もしかしたら違うかも。さあラストレース頑張りましょう。締めがマリオサーキットっていいね。ちょっとミスったかな。あー、やっぱミスってんな。最初のスマブラ抜け、あ、アイテム決まんねえぞこの部屋。こう、なんで当たんなかったね。完璧に当たってたと思ったけど、うっとしい。よかった、後ろ赤とか持ってたら結構やばかったんだけど。コイン欲しいっすよね。これたまんねえな。怖っ、緑。あー、怖え。ギリギリの戦いだな。やべ、ダント入ってる。この人は何も持ってないのか。4位が緑コーラ持ってんな。結構距離はあるけど、危ねえ、バナナあったぞ。まあなんか一応安心できるものをゲットできましたね。当たりそう、当たりそう。オッケー、前抜けれたでしょう。ここかな、外れたか。一個だけ持っていって、こんだけ。あ、あ、トゲきた。サイのパックンが厄介だな。抜かれるか、ギリギリ抜かれないかな。よし。よし、防御体勢緑ですね。空中で当てられなければもう大丈夫かな。ふぅ。オッケー、ちょっと早ダメ練習した方が良さそうだな、この辺、このコース。覚えとこ。よーし、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。